よし。あれ、ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば、地上が物資を下ろしてくれるんです。下層部の住民の大半は鉱夫で、地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなると、この世界の人間は凍え死ぬでしょう。ここにはいないみたいです。さあ、行きますよ。28 29。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃないよね。そんな、まさか。安心してくださいって、すぐに見つかります。あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下を行ったり来たりしていました。それで長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連絡を絶っている状態です。お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはずですが、遅延の連中は一体何をしているんでしょうか。僕を避けてる。ほら、あれを見て。どうやら揉めてるみたい。皆さん、じっと見てるだけのつもりですか。このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。そう、炭鉱さんのおっしゃる通りです。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しねえぞ。よくも暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。へたれどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさい、散歩。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでるの？だって自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのかしら。地上での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？
地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブログを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのはどうせ喧騒者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですねゼーレさん。僕たちもちょうどボスに会いたくて。同行してもよろしいでしょうか？誰があんたなんかと。こいつらは？ボスを知ってるの？見たことのない顔だけど。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは性格というものを探すためだよ。あれが厄災をもたらした元凶で、探し出せばきっと。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないからボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。遅延が大校区のあたりで厄介ごとに遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら校区の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。よし。
よし、